皆様、改めまして新年明けましておめでとうございます。本年も g 通信グループの新年ご来会、たくさんの皆様、ご来会のもに盛大に開催されましたこと、お喜びを申し上げるしだいでございます。あ今年の元日は、全国的に晴れていたわけでありまして、私が泊まっていたホテルからも、富士山の姿がくっきりと見ることができた。 まあな,んとなく今年はいいいいここことととあるのかなと、まあ、こんななん気持ちになったところでございます、えー、今年はいよいよオリンピックパラリンピックの年となりました、えー、約7年前まさにオールジャパンで誘致活動に取り組んだその成果としてまさにあのリオデジャネルにおいて日本開催東京開催を勝ち取ることができたわけでございましてあの時に私は みんなで力を合わせれば夢は叶う、こう申し上げたところでございますが、今、日本を取り巻く現状も大変厳しいものがあります。まあ、その中で私たちは新たに挑戦に、えー、挑戦をし続けていかなければいけないのでありますが、まあ、内戦面においては、安倍政権において、まあ、最大のチャレンジは、全世代社会保障改革でございまして、この改革を成し遂げて、少子高齢化の壁に立ち向かっていきたい。 乗りり越えてていいきたいと思っておりますまた、国際情勢においてもです、ね、大変、えー、状況は、沈迫の度を増しているわけでございますが、まさにそうした、えー、内外のさまざまな課題もです、ね、結束をしながら乗り越えていかなければいけないと、こう思うところでございます。えーまあ、今回、えー、第2政権ができて、8回連続、このご礼会にも出席をさせていただいたところでございまして。 桃栗、えー、3年、柿、えー、8年、えー、ということでございますが、な、え、ん、ー、とか桃栗、えー、そして柿まで来たかな、ただ、まあ、政権としてはこれから1年間ございますので、えー、自民党、公明党、与党を結束して、国民のために大きな収穫を得たいと思っているところでございまして、桃、え、栗、ー、3年柿8年、えー、の先にもですね、実は、 あ当の仕事始めでもご紹介させて、えー、いただきましたが、えー、伊豆は9年の花盛りというのがございまして、えー、なんとかこの伊豆の収穫までは私は責任を持って頑張りたいとこう思うところでございます。でさらにその先もあるんですね。<laughs> <laughs> えー、目の前に二階幹事長がありますが二階さんからもたまにいただく梅ですね。 梅はす,いすい13年とありますそしてさらにその先もありまして、なしはゆるゆる15年、なんとなく雰囲気がですね、そこまでやるつもりなのかという、<laughs> でさらにその先にはですね、りんごニコニコ25年というのがあるわけでありますが、もちろん、この梅やなしやりんごはですね、次の、ここには安倍内閣の環境大臣の、 小泉進次郎さんもおられますが、そういう皆さんに頑張ってですね、収穫をしてもらえればと、こう思っているところでございます。いずれにせよ、誰が収穫するかということについてですね、これから事実通信をはじめ、皆さんも記事にしていくんだろうと、<laughs> <laughs> こう思うところでございます。そして、今年はですね、カノエねの年でございまして。 えー、ネズミはまあ12日のトップバッターでございまして、えー、新しい芽が出て、伸び始める年でもあります、また、えー、カノエはですね、求、え、を、ー、すべきものをしっかりと継承しながら、改革を進めていく、えー、まさにこれは安倍政権にぴったりの年になるのかなと、こう思います。えー、60年前のカノエの都市には日米安保条約が改定された都市 であります、えー、まさに、えー、日米新時代、当時はそういうキャッチフレーズがあったんですが、外交安保の礎を当時、えー、作り上げた、大変困難な状況の中でありますが、その礎を作ったのが60年前、えー、そして、えー、7回前に行きますとですね、ぐっと遡りまして、えー、1600年の、えー、これは、えー、か野えね のの年には何があったかといいえばこれ関ヶ原の戦いなんです、ね、まさに関ヶ原の戦いを挑んでそして徳川260年の太平を開いたやるべき時には戦わなければいけないやるべき時は戦うってこれ別にある概念と結びつくわけではありませんが改革にしろとにかくやるべき時にはしっかりと決断して 新しい時代を切り裂いていくこういう決意が必要なんだろうとこう思います令和2年まさに新しい時代令和の新時代を切り裂いていく決意で私も全力で頑張っていく考えでございます令和2年がご来館の皆様方にとりまして輝ける年となりますことをこれから8年いたしましてご挨拶をさせていただきたいと思います本日は誠におめでとうございましたありがとうございました